さつまき旋風客。はい、じゃあヴァンパイア雪高選手対塩にきアデサニア陽太選手。はい、はい、紫帯と白帯なんで間を取って6分です。はい、塩にき選手はこれ勝てば青帯ですからね。雪高選手はこれ負けたら、負けても青帯ですからね。二人ともどっち、ね、青帯が生まれるかもしれないんでね、いろんな意味でね。はい。じゃあ行きますよ。スタート！ロープあるんで。先生あ先生ハーフザロに持っていきたいですね。頑張りてラスタート。オッケーオッケー。抜いて。落ち着け。まだ5分あるね。外しても大丈夫なんで。いいですよ。頑張れ。このまま時間潰してもいいですよ。はい、ヴァンパイア雪高選手攻めましょう。まだ4分半あるんで。レフリーマウンテン入ってますか？はい、マウント4点です。グリッチグリッチ押して抜いて頑張って。オッケー。抜いて。いいエビ、いいエビ、いいエビ。首気をつけて。頑張れ。あと3分、あと3分。一回、ストップしますかね。最初のままじゃここに。はい、レフリー声かけてください。じゃあ、スタート。腕気をつけて。はい、フィニッシュですね。はい、じゃあ二人とも成立してもらって、はい、これも腕十字ですね。腕十字大流行ですね。はい、ヴァンパイア雪高選手の勝利です。これどうでしたか？いや、でも二人とも強いですね。コウキさんどうでしたか？序盤の方良かったかなと思ったんですけど、やっぱ紫帯の方が強いなって感じで思ったんです。ヨウさんどうでしたか？勝てそうでしたか？いや、ちょっと一方的でした。いずれ倒してください。1年以内にぐらいね。レフリーのカイさんどうでしたか？いや、それレベルの高い試合で見応えがありました。
いや結構石橋を叩いた戦いをしましたね、はい、結構石橋を叩いたね。何言われるか分からない。ああ負けなんか言われる前に帯が降格しますかね。さすがですね。どうですかさらなるこれリベンジをね、あのライバルのグレート佐田健介さんとやりたいですよね、はい、じゃあライバルのグレート佐田健介さんにリベンジ宣言ちょっとしてもらっていいですか。また今度お時間がありましたらよろしくお願いします。じゃああと親友のビースト義行さんに何か一言言ってもらっていいですか。あこの前試合すごくかっこよかったです。あはいおめでとうございます。